アレルヤ今日は創世紀の3章1から24までを読みます声を大きく出して読みますどうぞ「主なる神は作られた野の,の生き物のうち,うちで <laughs> 最も賢いのは蛇であった蛇は女に言ったそののノギからも食べてはいけないなどと神は言われたのか?」 女は蛇に答えた私たちは園の木の果実を食べてもよいのですでも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない触れてもいけない死んではいけないからと神様はおっしゃいました蛇は女に言った決して死ぬことはないそれを食べると目が開け神のように善悪を知るものとなることを神はご存じなのだ女が見るとその木は いかにもおいしそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。二人の目が開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の歯を綴り合わせて腰を覆うものとした。その日、風の吹く頃、主なる神がその中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて、 そののこの間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか彼は答えた。あなたの足音がその中に聞こえたので、恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べなと命じた木から食べたのか。アダムは答えた。あなたが私と一緒、共にいるようにしておった女が。 木から取って与えたので食べました主なる神は女に向かって言われた何ということをしたのか女はふえた蛇が騙ましたので食べてしまいました主なる神は蛇に向かって言われたこのようなことをしたお前はあらゆる家畜あらゆる野の獣の中で呪われるものとなったお前は生涯始まり血を,を喰らうお前と女お前の子孫と女の子孫の間に 私は敵を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。神は女に向かって言われた。お前の腹身の苦しみを大きなものにする。お前は苦しんで子を産む。お前は男を求め、彼はお前を支配する。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに父は泥われるものとなった。 お前は生涯食べ物を得ようとして苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを這い出させる。野の草を食べようとするお前に、お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時まで、お前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。アダムは女エヴァを命と名付けた。彼女がすべての命ある者の母となったからである。 主なる神はアダムと女に川の衣をつって着せられた。主なる神は言われた人は我々神の一人のようにな善悪を知る者となった。今は手を伸ばして命の木からも取って食べ永遠に生きる者となる恐れがある。主なる神は彼をエデンの園から追い出し、彼に自分がそこから取られた土を耕させることにされた。こうしてアダムを追放し、 命の木に至る道を守るために、エデンの園の東に、ケルビムときらめく剣の炎を置かれた。アメン。今も生きておられる主なる神よ。主が天下の人間に、あなたをが作られたすべての世界を統治するあなたの身元に、 立ち返るようにと、家敷との皆を許されたことが、人間として生まれた我々に唯一の命を得る道であることを信じる者だけがこの場におりますが、相変わらず、信仰生活にいろいろと間違いがあったり、誤解や偏見をすれないところがたくさんあります。超真理の言葉を通して、 子どもたちの信仰を整えることができますように、導いてくださり、ぬき目のない、悔いののくらの信仰生活ができるようにと、子供たちの信仰を作り直してください。主イエスの皆でお祈りいたしま。す。アーメン。ハレルヤ。ええ。 韓国今の今は韓国だけども、この歴史的に遡って朝鮮時代があります。朝鮮時代の朝鮮王朝の25代目の王であった。朝鮮王は、これは哲学の哲に宗教の宗と、鉄宗と書いて、朝鮮というんです。 この鉄手王はニックネームがありますがこれはカンァボッチャンというニックネームがあるカンファはファ島というファ島という島の名前で、ね、韓国語ではカンファドレオンとァボッチャンというニックネームを持ってるんだけどなぜそうなのかというと彼は親の死体に親の罪によって 元々は王族だったんです王族だったんだけど島直し緩和に島直しされてそこで平民になって平民として山に登ってたき火を取ったりしながら普通の平民と同じ島直しされた罪人としての暮らしをしてましたしかし当時の王が跡継ぎがなく 王朝の跡継ぎがないから跡が立たれてしまうようになったからその王朝の中で何者かを後継者を立てるために探さなきゃいけなくなった時に緩和党に島流しされていた緩和坊ちゃんが一番初めに王になる 権限があったわけ王室から大臣たちが川和に彼を探しに行った,た時に彼はちょうど山に行ってき着をしていっぱい背負って家に帰ろうとしたんだけど家の間にまで来たら王室の大臣たちが何人も来ていって。 部下を従えているから怖くなって家にそのままたき着を背負ったまま帰ることはできないで逃げ回っていたんだよ逃げ回っていましたひっくれるまでも帰らないからしがたなく家に帰ってきたら彼を 立5代目の朝鮮の王として立てるために迎えに来ていた。王に立てるために迎えに来ていたのに彼は誤解して逃げ回っていたの。日暮れるまで。ハレルヤ。皆様はどうですか神の国の王子王女にするためにイエス様は来ておさり。 イエス様を信じれば神の国の子供にしておられるためにイエス様を来ておられたにもかかわらず逃げ回っているのではないのイエス様の,イエスの前に正しく出てくると神の国の子供になるのに神の国の王族王子のようになるのに誤解してるから信仰に対して。 まるで頑張れと言われたら自分を寄生しないといけないように不妊感を持ったり逆に顔色を変えて喜ぶべきところで悲しみながらある人は怒りながら抵抗してるんじゃないのかもちろん皆さんに今向かって喋ってるんじゃない皆さんはここにちゃんと来てるからなんで私やちゃんとやってるのにと思うかもしれませんがちゃんと聞いて人にも伝えるべきだ アメンえー、今日読んだもうわざと漱石三章全体を読みましたよこの中に人生の秘密が全部書かれてるからアメン人生の秘密とこの世の秘密と神の国の秘密などが全部圧縮されてるのが漱石三章なん 創石三章だけ理解、正しい理解をしても、信仰理解が正しくなるし、絶対に告白することがなくなります。来週は苦難習慣といって、イエス様が中時間につけられたことを記念する礼拝となりますが、突然そこ行っても意味ない。事前に、今日の段階で、それよりも全体的なことをちょっと考えて、 なんで信仰すべきなのか。人間の運命と信仰生活の強さ。こういうのをちょっともっと正しくはっきりと理解をしてから。アメン。もう長年教会通っても、こういう単純なことが、ことの全体図が見えない。 全体図が見えないからいつも部分的なことにこだわっていてそれで信仰生活の全体的な大きさが分かんないから信仰生活正しくできないでつまずくことがたくさんあります今日のもう1時間で全部話はできませんがあらすじだけを説明しますから全体図を皆さんよく把握しまして信仰生活を本当にどうすべきだろうか 自ら進んで、おい、お前、いい加減にしろと言われても、ああ、大丈夫です。自らは、自ら、ら、地下発電しながら、ああ、電気がないからつけないとか、こんなこと言わないでよ。電気がなければ、地下発電すべきだよ。うん、何でも自ら進んで、そして正しく新興生活すべき。 理由を今日はっきり悟ってほしい。アレルヤ。アメですかそのためにまず一つ聞きながら考えてみなさいよ。皆さんが今まで人に伝道したときに、どういう形で伝道してきたのか。今まで人の数をたくさん集めた教会のほとんどが、 イエス様死んでれば病気治るよ。イエス様死んでれば反動して豊かになります。こういうことを伝えてこれ殿道したという。こういう殿道の仕方をしていた傾向が確かに強くありまして、困っている人は、病気の人は、イエス様死んでれば治る。 貧しい人は、イエス様を信じれば金持ちになる。まるで誘惑するかのような言葉に惚れて、イエス様に死んじまうと言って、信仰生活を始めたんだけど、いざ始めてみたらそういかないから、またがっかりして、イエス様から離れていくようなケースが、たくさん今世紀にあったことを認められるはずであります。 これは伝道の仕方が根本的に間違っている。ただ、人を間違ったことで、神の約束と違うもので誘惑しただけなの。だから、信仰せ、イエスを信じれば病気が治るとか、信頼度も蘇るとか、貧しい人が豊かいなとか、こういうことで誘惑したかのような伝道の仕方だったから、 それを当てにしてイエスを信じる決心をしたのに、そして信仰生活をしてみたのにもかかわらず、話が違うんじゃないか。すぐそうならないから。話が違うんじゃないか。と思って、がっかりして、イエス様から離れてしまうようなことがいかにたくさんあったのか。これをまず教会は悔い改めないといけない。間違った福音を頂いたことを それで、人の霊魂の救いを本当におろそかにしてしまったことを悔い改めてはいけない一つの罪であると認められる人だけ、アーメンとオフ様に送りましょう。絶対こういう伝道しちなりませんよ。エス様は信じる目的ではありません、それは。じゃあ金持ちには伝道ができないじゃん。もうこれ以上金持ちになる必要ない。もう十分足りてると。 病気だって健康な人、個体満足な人に伝道できないでしょお、今ピンピンしてるから、別にいらないよ、健康なんか。これ以上。だから貧しい人ばかりが集まる。貧しい人ばかりが集まるのは、患者さんばかりが集まるのは、教会であっちゃなりませんよ。教会は、すべてを、この世にあるすべてを持っている人も、教会に そして、イエス様を信じるべきですよ。イエス様を信じるべき目的が、この世において不自由なもの、不足なものを補うためが目的ではありませんから。アーメン。日本で神だと拝まれてた、天皇だと言われてた方も神じゃなく人間ならばイエス様を信じるべきなの、本当は。アーメン。イエス様を信じる目的は何ですか 救われて、失っていた自分の運命を回復すべきです。るためなの。取り戻すためなの。失っていました自分の本国を、自分の本国、生まれた祖国、生まれた祖国を失っている。どうすれば、それを回復するために、イエス様を信じるんです。雨ですか今日聖書で読んだここには、 全てが書いてあります。漱石三章の理解なしに、この漱石三章が何を語ってるか全体的な、この全体上の理解なしに、信仰生活を部分的にしてるから死ぬまで信仰しても、混迷状態にいるの。全体が見えない。漱石三章をちゃんと理解すれば、1から10までが見える。人生の。 雨ですこれが一枚の絵のようになってる絵のように。だからこの漱石三章のあらすじをポイントをちょっと説明しますからよく聞いてこれ以上信仰生活に怠けちゃいけない安一であってならない頑張れ頑張れと言われないとたまってちゃならない。 自ら進んで、失っていた自分の人生や祖国を取り戻すための目的をちゃんと持って、信仰生活は、世にある全てを投げることがあっても、信仰生活だけは、まず優先的に守るべきことだと、夜の夢の中でも忘れざらない。アメンハレルヤ。じゃあ 人間はそもそも神によって作られた非常物な。非常物、神によって作られた非常物だから、神の言葉によってこれを守ることにって神様の統治の中で生きるべき。自ら自分勝手に生きられない存在です。神によって作られて、 神のそのエデンにおいて神と一緒に住んでいたのがそもそもの人間の正体身分であります。ハレルヤ。人間は本来の国籍が神の国なの。その神の人の国籍は神の国でその国の名前はエデンだった。ハレルヤ。 信じますか日本人、韓国人ありませんよ。アメリカ人、中国人ありません。アフリカの黒人なんかいません。全部国籍が神の国で、その国の名前はエデンだ。信じますかあんまりこういうのには興味がないでしょう。わかります。でも知るべきですよ。 神の国、エデンが人間の国籍なんですよ。信じますかそこの統治者は神様で、名前はイエスで、我々はその神の子供という身分だったんです。信じますか神は、 神を賛美する天使長、ルシエルの堕落なと、人間をご自分の子供にするために、ご自分の姿通りに人間を形作って、形作って、神の姿と同じ姿の子供を作ったの。のこれが人間なんです。人間なんです。皆さんはどうですか生まれてきた皆さんが、 売り札って皆さんそっくりの子供が生まれたらいいです。喜びですかあるいは隣のおじちゃんと似ていったら喜びですか、うんケビン。自分そっくりの子供が可愛いでしょ自分の子なら。どっちでもいいあるいは神がご自分の子供作りをする時も同じだったの。 サタンに似せて作ったじゃなく、天使の、他のある天使に似せて作ったじゃなくて、ご自分の子にするために、ご自分の姿にかたどって作った、作られたんですよ。これは当然なんでしょう。アメですかうん。だから、ご自分の子にするために、ご自分の姿にかたどって、ルシエル天使とから受けてた栄光誉れを、賛美を、 子供から受けようと思って人間を創造されたんです。そんな話は聖書のところにあるのか読みなさい、聖書。いくらでもあります、さんエペス1の4から6節に、イザャー賞43の7、あるいは21に、こういう話がありますし、アメン。だから最初から人は、 神の姿にかたどって、神の子供にするために、それで神の国が国籍であるように作って、その国、エデンに神と共に住むように小さいにされたの。計画だくて小さいにそういう想像の技を植えて、小さいにそういう神と人との親子の生活が始まった、人の祖国がエデンなんです。信じますかしかし、そこで、 一つだけは、私は親、お前は子供、私は神、お前は民。こういう関係を、秩序を守るために、一つだけは起きてを、法律を守るべきだ。それが、チェントアクを知る木の実は、取って食べてはいけない。取って食べては必ず死んでしまう。この死んでしまうとは、命が絶たれる。命が絶たれるとは、神から離される、神から捨てられるという意味だ。 アーメンです。ですじゃあ、こういう一つだけの法律を守れば、あとは全てが任意で、個人によって、主者選択ができる自由民主主義国家だったんです。アレルヤー。アーメンですかですうん。一つだけ法律を守れば、 千学の木の実は取って食べるな。これだけ取って食べるな。これを取って食べたら死んでしまう、さらし、神と共に生きられなくなる。これ以外は全部何をやってもいいと許されました。こういう国の国民だったんです。これがある日、すでに堕落していた多田市。 サタンが、他天使とはサタン、神に大敵するものという身分に転落してしまったそのサタンが蛇を装って人を誘惑しに来た。誘惑する前にはサタンが、取って食べるなと言われた木の実をしょっちゅう見ていながらも、別に食べたいとかという欲求にかなれなかったの。 で他にも食べ物がいっぱいあったから、道足りてましたから、それ別に禁じられたものまで食べたいという心がこれっぽっちもなく幸せに生きていました。雨ですか裸であっても暑くも寒くも恥ずかしくもない。そういう程よい環境の中で生きていたんです。 仕事をしなくても汗をかからなくてももう、まあ、ずっと労働せずに食うたらばっかりしていても誰にも言われず金を返,返せでこ来いとかもう奥さんの小言もなくなんで奥さんの小言という言葉にいきなり反応するのある日とか。 <laughs> 普段奥さんの子ごとか多いの平和な暮らしがさっと続けられたんです。しかし、ある日突然、サタンであることに気づかないように、サタンが蛇の背後で蛇を操って、蛇は当時作られた のの獣の中で一番賢くうるわしいものだった。うるわしいもの。蛇がね、作られたものの中で一番綺麗なものだった。綺麗なもの。<ん>動いても絶対音を立てないし、うるさくないし。 最初はそうだったよ。サタンに用いられる前は。ほで、もうツルツル、アダを持っているし。ただ、一番きれいなどの獣のである蛇が近づいて何か語りかけるから、別に警戒心もなかった。逆にその言葉を受けたら、 心が動じてしまった。動いてしまったの。蛇の背後で働くサタンの誘惑を受けたときに、エヴァの心が今までは別に何とも思わなかった、全額を知る木の実を見たら誘惑されてから、この木の実が今までとなくおいしいそうでたまらなかった。目を引きつける。 心を引きつける目を心のそそのかして食べたくなるようにそそのかしていやこれすら取って食べればいやなんとかなるじゃないのなんで今まで愚かにも食べようと思わなかったのか蝶々せずに取って食べてしまった。誘誘惑惑をを受ける前と誘惑を 受けてからの心がこういうふうにコロっと変わってしまう音に皆さんは警戒をしないといけないアメン雨も降るし雪も降るし教会界風の通としているときはもう心があっち行ったりこっち行ったりこうだったでしょいざ雪の中をくぐってここまで来たら来てよかったもう行くか行く前か迷ってた心は今すっきりなくなったでしょ 来てよかったじゃあエヴァは取って食べました旦那にも勧めたら躊躇せずに疑えなく取って食べた取って食べた時にきっとおいしかったはずなの味見をした時に食べた時にエヴァが苦かったならばまずかったならば自分の段階で終わったはずなの。 進めなかったはずなの,サイヤの旦那にでもすごいおいしかったの。いや今までどの木の,木の実よりもおいしかったはずなの。だからいやこんな珍しい旦那にも勧めたの。二人とも躊躇せずに食べてしまったら食べるまでは苦くなかったから吐き出したという記録はないでしょ。全部食べてしまった。食べ終わったの。途中で手吐き出さなかったの。 きっと食べ終わるまでおいしかった罪はおいしい常に罪は誘惑された罪は常においしいことを悟りましょうアメン神の言葉は口に苦いの耳にも苦いし口に苦いの神の言葉はしかし飲み込むとこの中では甘くなるのしかしサタンの誘惑は食べるときには 口の中では美味しい一回飲み込んでしまったら、食べてしまったら、胃袋の中で、これは働き始めます。徳として。蛇になって神みつくの、その人の人生よ。食べた後からよ。信じますかこれが神の言葉とサタンの誘惑の違いなのサタンの言葉は、食べるまでは美味しい。何よりも美味しい。 しかし神の言葉は聞く時は食べる時は苦い食べた後から永遠に益となる信じますか ?2 人が取って食べて2人はエデンの園から追い出される前にどういう神の警告があったのかというと あなた方は蛇にくらわれる。蛇に向かってお前は一生生え回って塵をくらう。塵は人間の体を作った素材がし塵であります。人間を肉体的に支配してもいいという神の許可が罪を犯した後に合法的に サタンに降りたんです人が罪を犯したら当時も今もクリシャンでも罪を犯したらサタンが後方的に支配するようになるんですよ。養母、うん、が当法の正しい人だたのに通して通してとすごい気分を今まで投げつける人いっぱいいるでしょ。養母期が今まで理解できない人いっぱいいるでしょ。みんな一緒に神の人でも、でも軽々なクリシャンでも。 罪を犯した部分は、サタンが後法的に支配して縛ってもいいと神が許した。アメめただ罪を犯すときにはどう思えばいいんですかあ、これから罪はおいしいけど、このあとサタンの支配下に入るんだと思えば間違いあります。神の言葉を破るときは、守らないときには、 これからサタンの支配下にその一定した部分が入っていくんだということを思えばまず間違いありませんよ。ん信じますか新約ではそれがないという人がいるんだけど、新約の七つの教会も神の言うことを聞かなかったらサタンが教会を支配すると、刑事族二三所でたくさん警告してる。 信じますように、罪を犯したら、教会も個人も、いくらキリャリんでも、牧師でも、誰でも、サタンが神の許可の中で支配してもいいのが神の許しなんです。こういう説教を聞いたらすぐ反発するというんだけども、聖書を読んでない人たち、偏見を持って、しょううん 聖書を部分的に好き勝手なところだけ拾い読みしているから。聖書を全体的に普遍的に読んで、聖霊によって悟して見えたら、こういう流れがズばリ見えるの。どうすれば失敗するか、ケルも、どうすれば成功するかがはっきりと見える。アーメンですか。一度信じると告白しただけで全部全てから解放されているからのように、救いが確定されているからに。確かに言いますが、 それが悪霊の教えだろうと、今悟りますように、イエスの皆で祝福いたします。アメ。公的に、人は、人の運命が神の国の民であり、神の子供であったはずの人間の身分が、罪とともにサタンの支配下に、サタンの束縛の中に、神によって入るように宣言されたの。これが、 イエス様によって罪から解放されない生まれながらの人間どもの運命であろうと信じますよう、ね、に一度生まれてイエスを信じて罪から離れない人々の運命がどうだサタンの支配下に神の国民が神の民がサタンの国の支配下に入るようになるのこれを忘れちなりませんよそして 一度陸大が死ぬことはみんなに決まってるしその死のあとには神の裁きが待ってるし裁きのあとには救いに至らなかった者どもは人のためじゃなくてサタンとその死者のために用意してある永遠の火の中に共に投げ込まれるなのが罪から離れなかった罪を犯して罪から離れなかったイエスによって救いを得 餌してもらってなかった人々の運命にもうなってしまったの。なってしまったの。信じますかサタンの支配下に入った人々と共に。それで最後には一度死んで、その後には裁きの時に、サタンと共にサタンが行くところに共に連れて行かれる。これが人間どもの運命なんです。信じますか これが世記3の14節15節を見ると、あなたと彼と、サタンに向かって、蛇に向かって、女の子孫と、あなたのサタンと、サタンの子孫との間に神様が敵を置いて、敵対させて、サタンは、 女の子孫のかかとを砕く。女の子孫は、女の子孫として来られる方は、サタンの頭を砕く。こうこれが何を意味するかというと、創世さ三の中房説書にある、人がサタンの支配下に罪を犯して入った後に、人を救うために、女の子孫として来られる方が、サタン。 人を誘惑しして罪を落としたサタンお前,の頭を砕くんだお前はその女の子孫として来られるキリトイエスのかかとを砕く。イエス様がサタンによって十字架につけられることがかかとをちょっと砕かれるぐらいの話であってイエス様が十字架につけられることが サタンの頭を砕いてしまうことであることをまとめて一遍に説明したところが創世紀さんの中古説ですアメンですイエス様が世に罪を犯してエデンから追い出されサタンの支配下に入っていく人間どものそういう運命に陥ってしまった人間どもを救いに来る話をまとめて簡単に最初発表したところが創世紀さんの中古説なんです 罪を犯した人間がサタンの支配下に入る運命にあるのが、漱石さんの中んで、その宙号が、イエス様が来て、そのサタンを砕いて、また、人をそこから救う話は出ている。ようやく知って、そういう話が、そこに書いてありました。ハレルヤ。アメ,ンアメン。じゃあ、ここで考えるべきなのは何だか。人が、犯した罪。 神の口から出る言葉を守られた人の罪がいかに深刻なものであるか。神をこうさせて、神の命を投げないと、人が神に立ち返ることはできないことを意味するんですよ。神が、人が軽い気持ちで神の言葉を破る罪がどんな罪か、神の命を求めなれても、神の命と掛け替えにしないと、人がサタンの支配から出ることができないという話です。 アーメンですかアレルヤ人の運命がこうなってしまったの人の運命が神の言葉を守るとどうなる破るとどうなる破ると神の命をかけがえにしないと人が罪からサタンの支配下から解放されない。そういう状態に人の運命が落ちるのが人が犯す罪なの。 アメンクリシャンたちにおいて罪の意識がないから問題ですよ。神の言葉を平気で破りながらも今すごい罪を犯してしまったという意識が全くないの。全くない。だからクリシャンたちが勝利どころかただ疲れる。長年クリシャンやってる人々の大半が疲れる顔をする理由がそこにあるの。 罪に対する意識がないから、信じると言いながらも、イエス様を罪の中にずっと言いながら徹底こようとしないから解放されないの。ただ、長年クリチャンに会っていながらも、全部私も経験したよ、もう。これといった勝利の証がないの。本当は、クリチャン歴が、 長くなればなるほど、もっと確信に満ちて、もっと命に力に満たされて、もっと強力な力を発揮しながら、そうでない人々の運命を変えるパワーを見せつけながらやっていくべきなのに、疲れ果てた姿になってしまう。これは人が、イエスを信じる信じると言いながら、罪に対する意識がないから、 罪から出てこないから、イエス様を信じると言っても、起源的なの形ばかりで、本当は神に守られず、助けられず、導かれず、癒してもらえず、祝福に入ることはできない状態がずっと続くからな罪の意識がないからよ。アーメン行きますかアーメン。ハレルヤ。人が、 神の口から出たこの言葉を守らず破る罪が、どんな罪アダムとエバがもともとノンクじゃなくて彼らはもともとクリシャンだったの。もともと神の子供だったんですよ。アメン。メン別に心で神を打ち消して、もうこれからサタンに帰るとか立ち返るとか、こんな気持ちなかったの。ただサタンか気づかずに騙されて言葉を破っただけ一つ。 神への心は別に変わってないの神そのものを打ち消したじゃないよ。言葉だけは破ったんです。それがこんな運命転落をもたらしたんです。アーメンですかだから神の言葉を破る罪がいかに自分の人生をめっちゃめちゃにしてしまうのか悟るべきだと。サタンの支配下にもう自ら進んで入ってて、サタンのトリックになります。この罪をかずけれどもおいしくう。 この罪を食べておかしく犯してしまいますがあとはサッンの支配下に入りますサッンに縛ってもいいよ俺を全部許すことなんですよこれを知らないからクリシャンがクリシャンがまともになる雨めでいきます深刻に受け止めてはいよ勝利したいと思うならば神の国を回復したいと取り戻したいと必ず サタンの国から独立して神の国に戻りたいと思うならば罪意識を持たないといけないの。我々が言葉を破った罪がイエス神を世に来させ、世に来させ十字間につけさせた罪なの、これが。クリシャンやっていながらも同じ罪を繰り返す。クリシャンやっていながらも二度も三度も毎日イエス様を十字間につける罪を犯しているということなの。だからクリシャンの人生がパッとしないの。 だから人々に自慢できるプライドがないの。クリさんたちに。罪が何であるか分かんないからよ。逆に罪を悔い改めてみなさい。こういう説教したら、ね、一番嫌がられる。<laughs> 疲れて人生慰めを受けるために教会に来たのに、慰めどころか、傷つけられた。こう逆に告白するの。罪から出てきて、負けないことを言うと、ああ逆に厳しいと思って。 何が慰めなのサタンと、サタンと共に罪の中で幸せになれ。ハレルヤこれがこれが耳障りはいいでしょう。平和、平和。今死にかけて滅びかけてサタンの中にいるのに平和がありますよう、ね、に。基準的な説教で耳障りがいい説教で。 体のぬくもりはいいのああ、暖かいな。でも、イは、サタンの蛇よりも冷たく、ひがーっとして、サタンの言葉を混ざってる。これがわからないと。これがわからないと。誘惑の中で、美味しい、美味しい、美味しいと思って、ずっとサタンと共に来た後は地獄の中に、サタンが行くところ、人のためには地獄を用意しなかったの神が。 地獄はサタンから出てきた火を使って地獄を作ってサタンをそこに投げ込む計画をされたんです。人のためには地獄を作ってなくて、エデンの園を作ってある。人のためには地獄を作ってない神が、それはサタンとその死者のために作って、人のためにはエデンの園を作ってある。なのに人が神についていかないで、エデンから立たされた人がサタンについていくから仕方ない。アーメンですか また25の41に永遠なる日の中の地獄はサタンとその死者のために神が用意された場所でありエゼケール28の18節ではサタンの中から出た火を持って地獄が作られたことを信じる人だけアーメンとトしゃ者様に送くサタンの支配下に入るとしかしキリストが来るとサタンの頭を砕いてこういう 計画が発表されて、まず、まず、エデンの園からは、追い出そうと、なんで、このまま、また命の、罪人になったまま、命の木の実まで取って食べてしまったら、罪人のまま、ずっともう生き,生きる運命になっちゃうからよ、もう直しようがないから、罪を犯した後に、また罪人になったのに、そこに命の木を取って食べるとなる罪の命、罪がずっと永遠で永遠に、 保たれるからよ。だからまずエデンの園から追い出す。元の地球に戻したんですよ。ハレルヤ。エデンの園から罪を犯した後、追い出された場所が今我々が住んでるこのようなの。アメン。元の国はエデンの園だったの。元の国はエデンの園だったけど、そこから追い出されて今ここに住んでるから、ここはサタンが支配する世界ですよ。アメン。だから、 まるでパビロンと。霊的なバビロンと一緒なの、パビロン。パビロンはエルサレムに住んでいた神の民が罪を犯して警告を剣道をき過ぎても言うことは聞かやがて移住させられて敵の国の支配下に入れられたところがバビロンです。アメンです。パビロンに移住させられたイスラム民族はそこへ移住させられてから気がつくんですよ。あは 私たちの本国じゃないな。奴隷の国だな。束縛された国だな。敵の国だな。私たちの都はエルサレムだな。奴隷の国で中労働課せられながらも、区域課せられながらも、愛でいながらも彼らは、いやー、夜になったら、パビロンの川のほとりに、 家々から出てきて集まってはエルサレムに向かってエルサレムに向かってエルサレムを思いしたいながら彼らはよごと川のほとりに集まってエルサレムをエルサレムをエルサレムはどこだ彼らの本国本語、本国。アメンでも敵の国に移住させられたから。 夜は昼間は大変だから夜は寝るべきなのに寝てられないもん川の外に出てきて嘆きながらエルサレムを思いしたお日々を送るようになったそれから彼らは決心したんですよパビロンの人々が「おいあんた方エルサレムから来たんだろうあんた方の神を賛美する歌を歌ってみるがよい」とあざけられても あざけられればあざけられるほど彼らは決心するの。私たちがエルサレムを大地の喜びであることを忘れることがあるならば、それで他の民を、他の民の前でそんなあざけりの歌を歌うことがあるならば、私の舌が上顎に張り付いて、もし、うーん、うん。喋ることも歌うこともできないのに、舌が上顎に張り付いて、うーん。 こうなってほしいと、ここが来たのが、支援の137の6節なの。意味分かりますか敵の国で、敵の前で、あたけられるときに、彼らの気分感情に合わせるために、エルサレムで歌っていた神を賛美する歌を、敵の前で歌うなんてことは、はありえません。敵の国ではもう喜びがない。 あのエルサレムが、そこでの生活が、我々の第一の人生の喜びだろうと、それをもう忘れるなら、もう俺の口は、唇はどうなってほしいあ,あ、下は上顎に貼れていて、唇がよ上顎に貼れていて、何にも喋れない、こんなん、うーん、こういう状態になった方がいいと言ってるの意味が見えますか我々がこの世で何を楽しむことができるの何を自慢するものがあるの 敵の船でサタンの捕虜の中で。ここで早くこの束縛から回復されて、我々の元の天国、を神の国、エデン、我々の祖国を早く回復すべき。そのためなら、まるで植民地下にいる国民たちが解放のために夜も昼もなく、うん活躍して、暗躍だ暗躍。とうとうとできないからよ。 敵の国の支配下にある植民地の植民地下の国民たちはもう暗躍を夜、密かに隠れたところでもう命を懸けて解放運動するんですね。世界中見なさいよ。ある国がある国の植民地下に入ると解放するために解放戦争解放運動をもう命を懸けてやるでしょ違いますこの世に生きるクリシャンたちがそう生きるべきですよ。 사탄과가 개설할 때 부진이 집은 뭐 가족 뭐 희들 뭐 多く노데 히도비 또 할렐루야 아멘. 선호 담에 먼저 찌미깔아와 하나님의 고토바 얇으르 찌미깔아와 먼저 듣때고 나이 또 시발이가 개호사 되나? 신지 마쇼. 아멘. 신지 마쇼. 할렐루야. 아멘. 마따こんな 운명이와 관심이 나지 않아요. これが全体図なの、全体図。何のために人が作られ、生まれてきて、祖国に戻るまでの、こういう過程があって、今はサタンの祖国、束縛の中にいる。敵の国に、パビロンにいるの。我々の失っていた都、エルサレムを思い慕うべきなの。アーメンです。寝る時間えって思い慕うべきなの。寝る時間えって短縮して祈りながら、 神の国に本国に我々の祖国をこういう全体的なことを考えて信仰生活はパビロンから敵の国から本国に変えることなんだからそのための徹底した抜け目のない準備だから信仰生活はこれをいい加減にしていていいのかこういうレベルの話であることを 理屈的にまだ悟りが足らなくても、ともかく信じまして、信じまして、サタンの縛りから、うん解放されるように、頑張らないといけないの。ゆっくり、ゆっくり、ダメなんです。急がないといけないの。一日でも遅れれば、サタンの支配下にいればいるほど、怪我され、弱ってしまいます。乱れてしまいます。思想まで変えられるの。 敵の国に長くいると思想まで帰られる。洗脳されちゃうの。アーメンできます、えー、敵,敵の国が、あ、まあ、ここでいいよここ。ちょうどいいんじゃないもんこれで。なんで、洗脳されちゃったからよ。長年いすぎて。アーメン。漱石三章、江ンの園で追い出されたんです。 雨これはもう頑張れとか急げとか言われるまでもない話なの<ん>敵が倒れていく時に共倒れになって敵がこう永遠なる日の中に共に投げ込まれていくことは絶対にやっちゃならないこういう話なのこういう話こういう戦隊図をいつも頭にの中で意識していながら信仰生活は こういう全体の感覚を持って頑張るべきですよ。雨、ちょっと天候が崩れても、もう、あ今日は休むとか。ちょっと体の調子が良くなくても、あ今日は勘弁してとか。ちょっと気分感情が鬱になっても、あ今日はもう、ああ、すぐれないな。もう来週から頑張る。こんなこと言ってられないとこのな。 敵の国にいるから。ハレルヤ。ある人は、こういう説教をすると、信者たちを脅かす説教だと。皆さん、敵に包囲された人を、早くそこから、道がこうあるから、早く逃げてきなさい。走るんだよ。ゆっくり歩く暇ないよ。躊躇する暇ないよ。これが人を脅かす話だって。これが。高速道路に、 9株があるから全部こんな聖書のような文章を書いて説明できないの9株ごてもしあなたがうん猛スピードでここ転落してしまったらあとはあなたが体がどうなってその後病院行ってもまねはないし死ん,で死んだら大変だからずっと書いて <laughs> こんなのに表示板書いておいたらなんだよお前車止めてから読んでも読みにくいの。 だから、こんなのを長く説明できないから、親切に説明できないから、スピト落とせとか、隣にドクロ、どくろ、どくろとか、こう、人の違いこつをえる。パッと見る瞬間、危ない。もう、鳥肌立つ。でも、それによって、スピード落として、ゆっくり回っていける。 これがいけないのこういう看板は全部撤去した方がいいのこれが人を脅かすための、人を脅かす表示板なのこれが全く。耳があっても聞こえない。目があってもこれが見えない。人々をどうすればいいんだ悟って、信じて救われる気持ちがないじゃないの民も止めれないのが人の治癒士なの。 何を選んでもこじよ。すべてが許されている。しかし、すべてが益ではない。裁きは待ってる。アメン。イエス様が来ないと、一度天の来た人の運命はもう広がることはできないの。サタンと共に、サタンと共に、もう滑っって、滑っち,って,滑っ,ちって、何をやっても人生すって。何をやっても人生すって、すっ,って、すって。 滑り止めもなく、ずっと滑っていく火の中に思ってみなさいよ。頭の中で考えてみて、あの火の中に止めとかないのも滑っちゃう今。これが恐怖なんじゃないのそのまま滑って火の中に入っていくのは恐怖じゃないのそこに行くなが恐怖なのそこへ行くように放っておくのは恐怖なのどっちが恐怖なんだよどっちが驚かしなの絶対行っちゃなりませんと。 だから神のことはちゃんと守れとこれしかないというのが恐怖なの。行ってもいいって大丈夫だよ大丈夫だよ。大丈夫だよ、うん、大胆に入れば熱くないよ。うん、<laughs> 入っていても、もちろん暑くても、あ、大胆、もう涼しい。中に入っていながら、あ、氷を思い出せば氷。夏のつつば。夏の何この、えっ、ー、と、えっ、ー、と、何ケーキアイスケーキを思い出せばいいよ、入っていても。 それで慰めになるのそれが説教なんですかそれがそれがそういう慰めは説教なのかと。絶対入いちゃいけないお前こっちおいでちょっと耳があれば聞き分けなさいよ。心あればちょっと悟ってくださいよ雨みんな一緒に。あんたの運命は 何お店の店長なの <laughs> この世の社長ですがこの世の王様ですかあんたの運命的な目標はそれが成功ですかすべてを手に入れてもイエスに従っていく信仰がなければ見事は守る信仰がなければ終わりよ。あめンです。頑張りましょう。 イエス様が皆さんと足並み死んだのは病気を癒すためじゃない。金持ちにするためだ。神の国に戻すためなの。アーメン病気を癒すとか金持ちになったらこんなものは伴う印し、ボーナス、ボーナス。ボーナスを当てにしちゃなりませんよ。それはついてくるもんだから頑張れば。イエス様死んでは病気治るから教会行こう。こういうふうに誘うからダメなの。 そう誘わないで、それは天道じゃありません。誘惑ならただの、それは。誘惑だから結果がそうならないと全部また流される、流される。あメンです。ちょっと正しくしましょう。信仰の本質を回復しましょう。失った祖国、失った運命を取り戻しましょう。アーメン,アーメンここまで。それでは、イエスを3回読んで祈りますが、 今まで、全体的なことを考えないで、求めないで、部分的なことにこだわっていて、信仰の正しさを気づきもしなくて、求めもなかった自分の愚かさを悔い改めながら祈って、正しい信仰をのために、悔い改めて祈り、アメン神の心に従おう、言葉に従おう、正しい信仰に立ち返りができますように、祈るべきですよ。 よろしいですかイエスさんかいイエスよイエスよイエスよハレルーヤハレルーヤハレルーヤ